私の名前はパニコ、29歳です。旦那は単身赴任で結構多忙だから、娘のパニミとほとんど2人暮らし状態なの。まあ忙しくても毎日連絡をしてくれる旦那だから信頼関係はバッチリなんだけどね。パニミは小学校1年生でいつも友達の話をしてくれるのですが、楽しく過ごせているみたいです。だけどね、一人だけやたらと娘に突っかかってくる子がいるという話をパニミからよく聞くので、母親としては少し気になっていました。その子は雄大くんって男の子らしいんだけど、いつも娘の持っているものに言いがかりをつけてきては、俺のは高いやつだからと比べてくるそうなんです。子供とはいえなんだか嫌な感じよね。まあでも私の心配とは裏腹にパニミはそこまで気にはしていないようで、無意味なマウントを取ってみたい年頃なんだろうなって割り切って気にしないようにしてるよ。だってきっと構ってほしいだけだと思うんだよね。なんて言っててね、子供なのにこの器の大きさ、母親の私はびっくりしてしまいました。ママただいま。おっと、そんな話をしていたらパニミが学校から帰ってきたみたいですね。パニミおかえり。あれ、なんか浮かない顔してるね。聞いて、雄大くんが私の筆箱をプールバッグみたいだって失礼しちゃうよね。また雄大くん？パニミは珍しくおかんむり。どうやら今日の出来事について話してくれるみたいなので、用意していたおやつのプリンを食べながら聞くことにします。みんなパニミの話を聞いてくれる？クラスメイトのあまりにも失礼な発言に腹を立てちゃったこと、みんなも経験あるでしょ？実はね、いつも私に絡んでくる雄大くんがほとほと困った人でね、今日もいつも通り雄大くんが私の机の前に来てこっちを見てきたんだ。それでね。どうしたの雄大くん？私がそう声をかけると、上機嫌に雄大くんは話し始めてね。これ見てよ、すごいだろ。パニミちゃんのしょぼい筆箱とは比べ物になんないくらい高いんだぜ。そう言って自慢げに見せてきたのは、最近流行っているアニメの絵柄が入った筆箱だったの。あら、そう、それは良かったわね。羨ましいだろ。これなかなか手に入らない人気のやつなんだぜ。ここを押すとハサミが出てきて、ここを押すと定規も出てくるんだ。へえ、すごいね、かっこいい。隠れ収納の機能がたくさんついている筆箱を自慢げに見せてきた雄大くんは、私が褒めたこともあってか鼻高々、これまた自慢げに話が続いたの。私はそんなものに興味がないから適当に相槌打ってたけど、雄大くんは気づいてないみたい。そうだろそうだろ、かっこいいだろ。まあでもすぐに飽きちゃうし、新作出るからまた別のを買ってもらう予定。あら、買ったばかりなのにもう次の予定があるの？まあね、俺みたいな人は流行りが変わるたびに乗らないとだもん。でも物は大事に使わないとダメよ。 SDGs って知ってる？それにそれはご両親の所得のうちから捻出されるお金で買ってもらってるんだから、もっと大事にしないと。お金を稼ぐって大変なことだってママが言っていたわよ。その筆箱を買うお金を稼ぐのにご両親がどのくらいの時間を使ってるのか考えたことあるの？労働者でもないあなたは金銭感覚があまりないだろうけど、幼少期からそういうことに興味関心を持つことは有意義なことよ。私がそう言うとムッとした顔をした雄大くん。何言ってんだ、わけわかんねえ。プールバッグみたいな変な筆箱をずっと使ってるくせに生意気だぞ。うちの親は金持ちだから関係ないんだよ。パニミちゃんは貧乏症なんだろ。うわ、なんか筆箱切ったね。プールバッグってまあ確かにクリアタイプのビニールペンケースだけど、大切に使っているけど文房具だから使っていればそれなりに汚れていくのは当たり前。でもね、物って機能性じゃない？シンプルで使いやすいし、中身も見えるからすぐに取り出せて便利なのよ、これ。でもきっと雄大くんに言っても理解不能だろうから、私はこの場はスルーすることにしたの。文房具で口論するなんてナンセンスだしね。結局その後、雄大くんはその筆箱を授業中にいじり回していて、
先生に注意されていたわ。学びに来ているのに文房具に気を取られて授業をおろそかにするなんて本末転倒じゃないの。パニミから学校での話を聞き終えた私はなんだかモヤモヤしたものを感じました。やっぱり親としては雄大くんの行動がちょっと気になります。もし何かあれば雄大くんのお母さんの連絡先は知っているので行動することはできるのですが、パニミが笑い話にしているうちは大丈夫かなと様子を見ることにしました。それから数日後のある日、今日は近所の激安スーパーに目玉商品の卵を買いに来ているところ、人混みをかき分けながらお目当ての卵を貸し取りお会計をしているとスマホの通知が鳴りました。スマホを見てみるとパニミの小学校からの緊急連絡。どうやら近所で不審者が目撃されたみたいで今日から集団下校になるという内容でした。暖かくなってくると本当にこういうの増えるんだよね。嫌になっちゃう。スーパーには自転車で来ていたのですが、すぐにお迎えが可能な保護者は来てくださいと書いてあったので、そのままパニミの小学校に向かうことにしました。するとその途中、後ろからものすごい勢いで車が近づいてくるのが分かり、危ない！そう思って壁ギリギリに体を寄せると、私の自転車とすれすれぐらいの距離を真っ赤なスポーツカーが通っていったんです。なんなのあの車、スクールゾーンなんだからスピード落としなさいよね。しかもその車は数十メートル先に見えるパニミの小学校に入っていったのよ。私は文句を言ってやろうと思い、後を追うように小学校の駐車場に入っていきました。小学校の敷地内に入っても危険な運転をするスポーツカー、エンジンを爆音で鳴らしながら3台分の駐車場に横から突っ込むように止まったわ。先生たちも驚いている様子でスポーツカーに駆け寄って注意しているようです。でね、その車から降りてきた人物がなんと雄大くんのママだったの。私はすぐさま駆け寄りました。ちょっと危ないじゃないですか。あなた雄大くんのお母さんですよね。あら、どちら様かしら。しれっと怒りの表情を浮かべる私を受け流す雄大くんのママ、派手なスーツを着てアクセサリーをじゃらつかせているわ。確か名前は雪乃さん。ママ友と言えるかは微妙なところですが、授業参観の時に話をする機会があり連絡先まで交換したはずなんだけど、私のこと覚えてないみたいね。雄大くんと同じクラスのパニミの母です。覚えてませんか？ああ、パニコさんって言ったかしら。私ね、人の顔を覚えるのが苦手なのよ。地味ならなおさら。ああ、前に話した時は雄大くんのこともよく知らなかったし、ママ友を作らないとって焦っていた時期でもあったから、どんな人なのかいまいちわからないまま連絡先を交換しちゃったんだけど、失礼な態度にびっくりしてしまいました。この親にしてあの子ありってことか。さっき私の自転車とぶつかりそうになったの分かりましたか？小学校の周りですし、もっと気をつけてください。私がそう言うと雪乃さんはちょっと眉をひそめたんだけど、すぐさま私からぷいっと顔を背けて雄大くんの方へ行ってしまいました。ゆうくん、お迎えに来たわよ。ちょっと。するとここでパニミが私に気がついたようで駆け寄ってきてくれたのですが、ママ、お迎えありがとう。早く帰ろう。確かに、あんな親子にかまけていても仕方ない、なんて思いながら気持ちを切り替えてパニミと家に帰ろうとした時でした。パニミちゃん、どう？びっくりした？そう言って、雄大くんがパニミに駆け寄ってきました。俺んちの車、かっこよすぎてびっくりしただろ。お金持ちだけが乗れる車なんだぜ。ほら、俺んち、パニミちゃんちと違って、お金持ちだから。まあ、言っても無駄かな。パニミちゃんは乗ったこともないから、良さはわからないか。パニミが、また始まったよと言わんばかりの表情を浮かべていると、雄大くんはそれが気に入らなかったのか、今度は私のことを見て、突然指をさして笑い始めたんです。パニミちゃんちは自転車で迎えに来たの？ダッセー。こらこら、自転車のどこがダサいの？小回りが効いて気軽になれるし、短距離移動にはもってこいよ。さすがに子供相手にあれこれ言うのも大人げないし、優しく雄大くんに話しかけたのですが、ここで雪乃さんからも
こんなことを言われました。あらまあ、自転車なんて大変ね。さすが庶民、たくましいわ。うちは高級車で送迎よ。はあ、息子から聞いてはいたけど娘さんはあなたに似たのね。貧乏症って遺伝するんだじゃ、ごめん遊ばせ。高級車でお先に帰らせてもらいますわね。お宅は自転車で頑張って。腹立つ。何か言い返してやろうかとも思いましたが、同じ土俵に立ちたくもないし、私は黙っていましたよ。ここにいる誰もがあの人の車で迷惑そうにしているのに、これ以上話してたらもっと迷惑だしね。でもね、言われっぱなしで帰宅してからもなんとなく悶々としていた私。するとここでタイミングよく弟の来れたから電話がかかってきたの。だからね、せっかくだしパニミが宿題をしているうちにコレタに愚痴を聞いてもらうことに。はい、シス。あー、コレタ、ちょうどよかったわ。聞いてよ。What's？ 私は今日、学校であったことを話しました。するとコレタがこんなことを言ったんです。おー、グッタイミング。僕もその件でシスにコールしたんだ。え？このピクチャーを見ておくれ。ピラン！コレタが送ってきた写真を見て、びっくり。それはなんと雪乃さんの乗っていた真っ赤なスポーツカーの写真だったんです。シスの話のマダムが乗っている車はこれで間違いないんだろう。そうよ、雪乃さんって人の車よ。ナイスだよシス。まさかシスの知り合いだったなんてね。僕が所属しているイニシアル K 同好会の友人が車の持ち主を探していたんだけど、クイックリーに見つかってよかったよ。いらん。それにしてもどうしてそんな。実はねシス、僕がリサーチしたところによると、この車の持ち主のマダムは。私は真実を聞いてさらに驚愕してしまいました。そして翌日、コレタは引き続き保護者の迎えが必要となっているパニミの下校に車で一緒に来てくれることになったんです。小学校の駐車場に到着し、コレタの車から降りようとしている時、大きな声が聞こえてきました。なんだあの車、かっけー。大きな声で雄大くんがそう言いながらこちらを指さしています。そう、実はコレタの車は新型のフェラーリ。ダークグレーの落ち着いた色にエンジンも静かにできるモードがあるみたいで、全然うるさくもありません。いわゆるスーパーカーってやつですね。みんなの視線が集まってきているところにパニミがやってきました。ママ、今日はコレタくんと一緒に来てくれたの？パニミの後ろでは雄大くんがポカンと口を開けてこちらを見ています。ハロー、プリンセスのお迎えに来たよ。ピラン。コレタくん久しぶり、ありがとう。私たちが話しているのをまだポカンと口を開けて聞いている雄大くん。するとそんな雄大くんにパニミが。うちね、パパが出張先にベンツ乗って行っちゃってるからキャンピングカーしかないのよねキャンピングカーじゃサイズ的に学校の門入れないから困ってるの。マジかよ、パニミちゃんの家ってすごかったんだ子供って素直で笑っちゃいます。雄大くんは素直に感動して目をキラキラさせていたので、可愛いところもあるじゃないなんて思っていました。車が好きなのかな。すげえ。ねえ、その人何してる人？コレタくんはママの弟なのよ。コンサルティングとかマネジメントとか、他にもイノベーションに関わる仕事なんかを手広くやってるの。へー、なんかわかんないけどすごいってのはわかる。うちのパパなんてただの会社員なんだよな。なんかその人よりもしょぼい。あら、そんなことないわ。そうかな。あなたのパパのような人材がいなければ日本社会は成り立たないのよ。え、そうなの？素晴らしいパパよ。なんかパニミちゃんに言われるとかっこよく思えてきた。子供たちが楽しそうに話をしているのを見ていると、もう雄大くんから変にマウントを取られることはなさそうに感じたわ。でもね、雪乃さんがまさかの姿で登場したので周りは騒然となりました。そこには昨日と同様にスーツを着ている雪乃さんが。でもママチャリに乗ってこちらに向かってきているの。乗り慣れていないのか、フラフラとハンドルを揺らしながら
汗だくなのがここから見てもわかります。オーノークレイジー。でもね、どうしてママチャリなのか、その理由を私は知っているの。実はコレタから聞いた話っていうのが、コレタの所属している同好会の友人が所有している空き地があるそうなんですが、ずっと無断駐車をしている真っ赤なスポーツカーがいつも置いてあって困っていたんだそう。張り紙をしても一向に無断駐車をやめる気配がないので、どうしようかって頭を悩ませていたんだとか。それで偶然私の愚痴を聞いてピンときたコレタは、朝のうちに友人といろいろ手を回していたみたいです。コレタは、今日はあの車では来られないと思うよ、キラン、なんて言っていました。だってね、旦那さんにはコレタとその友人が会社に直接連絡しちゃったんだもの。なんと旦那さんはまさかのコレタの友人が経営している会社の下請け会社に勤めていたのよ。世間は狭い。大焦りの旦那さんは雪乃さんから車を没収してきちんと対応すると言っていたそうよ。というわけで雪乃さんは車に乗ってくることができなくなったってわけ。汗だくになりながらやっと私たちのところにやってきた雪乃さん。これは運動よ。たまには運動しなくちゃですから。強がってごまかしてるけど全部知ってるんだよね。するとギリギリでプライドを保っている雪乃さんに、息子である雄大くんが追い打ちをかけましたよ。ママね、昨日パパに怒られてたんだ。不貞行為がどうのこうので、パパはママに緑色の紙を渡してた。ねえパニミちゃん、不貞行為って何？なるほど。ちょっとだ、ママが悪いことしたってことは分かってるんだけど、ねえパニミちゃん、どういうこと？そうね、簡単に言うと、ママが雄大くんのママとしても家族の一員としても失格となる悪さをしたから、パパは雄大くんにその悪い影響が及ばないように家族の形を変えることにしたってことかしら。そっか、さすがパパだ。会社員だけのことはあるな。なんたってパパは日本を支える会社員だもんな。そうね、その通り。パパの勇気ある決断、素晴らしいわ。この会話を聞いた雪乃さんは背中を丸めて一人帰っていきました。旦那さんに絞られたせいもあってか、プライドも砕け散ったようで、もう何かを言う気力もなくなっていたのでしょう。ただうなだれて去っていったわ。その後、雄大くんのお迎えはパパが来ていましたよ。妻がご迷惑をおかけしましたと先生方にも謝っていたわ。でね、それから雪乃さんの無断駐車の件はどうなったのかコレタに聞いたのですが、車の没収だけではなく、やはり離婚までことは進んでしまったそう。そりゃそうよね、無断駐車してまで何をしていたのかというと、まさかの不倫だもんね。どうやら不倫相手の家には駐車場がなく、近くの空き地に無断で止めていたことがあだになっちゃったのね。それから1週間ほど経過し、不審者が捕まったことで保護者のお迎えも解除。パニミは雄大くんと途中まで一緒に仲良く下校しているみたいよ。雪乃さんは離婚後、実家がある地方に帰ったんだって。一人暮らしをしながら慰謝料と養育費を払うため、毎日遅くまでパートに明け暮れているそうです。不倫相手もきっちり制裁を受けたんだとか。雄大くんは旦那さんに引き取られ、小学校にそのまま通っているわ。雄大くんとパニミのその後の関係について、パニミがいろいろ教えてくれたんですけど、最近雄大くんとはどう？毎日仲良く過ごしてるよ。なんかね、今までごめんねって謝ってくれてからとっても優しくなったの。今度おすすめの本を紹介し合う約束をしているのよ。そっか、よかったね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。